ミクリハローインドネシア人のバガスだよ。だってバガス。やっほー。ありがとう。買うねー。だって。ありがとう。ぜひコンビニや商店で見かけてください。見つけてね。見つけてください。まだサンリオとコラボしてて可愛いですね。うん。おしゃべり会楽しすぎたね。東京のやつは。お昼の部あれ延期なさせてしまったんですけど、またやりましょうね。オンラインとかそうしばらく会えないです。お話できる機会ないんですが、振り返りとかいろいろあると思うから、いつか。はい。ヤンガンがコンビニ置いてあるのか、置いてありますよね多分ね。ぜひゲットしてください。オンラインが月末あるみたいで、月末だ。今日ご飯って今日スタバです。スタバ食べた。私本当にスタバの毎回お芋と、あと最近スタバのフードで好きなのは、前はソーセージのなんかパンだったんですけど、あとその後にハマったのがサラダのなんか巻き巻きみたいなのにハマって、ちょっと語彙力なさすぎてわかんない。語彙力なさすぎて、語彙力すぎてすいません。で今ハマっとるのがなんだっけ、あ、なんか普通にパンにハムとチーズが入っているのなやつなんだけど、それがすごく美味しくて、温めてくれるんだけど、そのデリバリーする時もそうすごく美味しいの。それがとても美味しくて、なんかなんか薄いパンをこうになんかそうユミちゃん、私もそれ好きだって。あ、ユミちゃんだ。美味しくないですか。めっちゃ美味しいの本当に。クロミちゃんがいっぱいだ、かわいい。アーニャとポニョを間違えたカメラマンさんの話はバロターだって。2019か2018年くらいから撮っていただいてたカメラマンさんで、久しぶりに、ちょっと久しぶりに会えて、そう、その前撮った時はまだ水着を、その会見はしてなかったから、久々に会えて大人になったなーって自分でも思いました。毎回アップトゥーボーイぶりかな、アップトゥーボーイぶりに会って、その表紙を撮ったぶりに会って、その時もあったんですけど、毎回印刷してくれるんですよ、自分が撮ったやつを。なんて言うんですかね、普通に写真として。そう、それで携帯にもわざわざこう送ってくださって、ここ最近の撮影は割とこうコスプレ系の、やっぱりハロウィンだったりクリスマスだったり近づいてくるから、コスプレ系の系で、なんとですね、私が本当に前から着てみたいなって言ってたものが着れたんです。嬉しい。で今後もそれが叶うみたいで、本当にそれはまだ撮ってなくて、いつ撮るかも分かんないんだけど、どういう感じになるか分かんなくて、自分のなんか着たいっていうのをそのちゃんとなんて言うんですかね、聞いてくださって要望を。はい。だからそれが本当に楽しみで、なんか今までは海で水着とかだったりだったけど、やっぱこのね年末時期になってくると、いろんななんかイベントごととかもあるから、もう本当に本当に楽しみで、なんか着てる時もなんか女の子も好きそうな可愛い感じになってて、もう本当に本当にねすごかったの。だから楽しみです。早く、いつ発売なんだ、まだ何にも決まってないんだけど、で何の雑誌かも何にも言えないんだけど、ぜひ楽しみにしててください。そう、まだだから今後もね表紙ブームはね続くんですよ。だから嬉しすぎて、本当に毎回コンビニとか書店とかで見かけるのが、本当に見かけるって言っていただけて、なんか
私は最近普通に撮ってるんですけど、やっぱお話し会でも言われる通りすごいことなんだなって思って、ありがたいです。なかなか表紙がずっと長く続くことないからね、ありがとうございます。皆さんのおかげです、本当に。ね、来年もたくさんありそうだね。どうなんですかね。今年いっぱい使ったからもう来年はいいやってならなければいいな。なんかなんだろう、もう今年頑張ったしもう来年はいいやみたいに なりませんように、できる限りはまだ表紙取れるように頑張りたいですね。まだまだ若いうちにね、やることができれて嬉しいです。まだ若いのでね、21歳で HKT の中ではどんどん先輩になっていってるけど、年齢はまだまだ21なんで。でもどんどん今は若いうちの写真が撮れるけど、大人になっていったら若いうちの写真撮れたくても撮れないし、大人っぽいのを逆に撮れるから、なんかこれからの撮影も楽しみですね。そう、最近ねお忙しくさせていただき、なんかインスタのストーリーとかでメンバーのストーリーとか見ると、みんな幕張のリハしててすっごい遅れを取っているのをめちゃめちゃ感じて、本当にあー大丈夫かな幕張って心配だから、心配性すぎて空き時間とかに幕張の練習とか、まあ、練習って言ってもリハに参加できてないから私のポジション空いてて私どこにいるか分かんないんですけど、先生が代わりに入ってくれてて、その映像とか見たりして、でも詳しく分かんなかったり変わったところとかを、もうこっちは仕事で忙しいから LINE とかも追えなくて、本当に本当に大丈夫かなって心配なんですけど、だから結構会場が広くてステージも広いからこそで、久しぶりにやるセットだから、今まではこうホールというか、まあ、幕張ぐらいまで大きいコンサートなかなかやってなくて、ツアーとかばっかりだったから慣れてたんやけど、ちょっと久々だからちょっとね初心に帰るというか、緊張しすぎて幕張が近づくたびにもうどんどん不安になっていってるから、とりあえずはで、みんなも幕張に向けての気持ちも強いから、私もね先輩として足引っ張らないように、でも後輩にも分かんないところ教えてもらいながら、先輩にもちょっとみんなと助け合って幕張頑張りたいと思います。幕張ね頑張りますよ。はあ楽しみだ。そうそう、立ち位置複雑で、あと6期生も多いからみんなで出れるじゃないですか、だからもう人数が多くて、そうそう頑張ります。幕張不安だな。でも結構ファンの方が前の席の方撮ったよって言ってくださってる方とかがいて、そうで今回はなんか私のファンの方って結構うちわを持たないファンの方が多くて、うちわを持つの恥ずかしいっていう方が多いんですよ割と。だからいつも顔見て分かったりするけど、さすがに幕張まで大きかったら分かんないから、うちわ持ってきてね作ってよってたくさん言ったから、うちわで気づかせてください。ちょ会場が広すぎてさすがに顔で判断できないから、ぜひうちわたくさんね作って振って応援してください。あとは生誕のタオルがめっちゃいいって褒められて、ミクリンレスクレーっていうタオルなんだけど、多分ファンの方がこうやってねやってくださると思うから気づけれたらいいな。割と白の背景というか白に黒の文字よりも黒に白の文字の方が多分目立つと思うから、それもね気がつけたらいいなと思います。たくさんレスを飛ばしたいなと思うので、レスを飛ばせるくらいの余裕を持っとこうって思います。本当に緊張するじゃんね。頑張ります。しかも昼夜2回あるけん体力も心配なんよ。最近本当に体力が衰えてきてるのを噛みしめているんです。
衰えとるね。なんかこの間さ、表紙2号分撮るってなって、朝1から5時くらいに起きたんか、5時くらいに起きて朝ので撮影して、でその後撮影が終わって、で違う媒体に行くってなった時の移動の時、記憶なくて、ってたなってだしたらしいですでも多分もう相当それだけできついんだから、もう踊ったりしたらなおさらやばそうと思って、21歳はこの体力なのかっていう、分かんない、私だけ体力がないのかもしれないんだけど、普段もプライベートでも外出ないし、もう体力ないなっていうの実感しちゃいます逆にファンの方本当にすごいなって思います。なんか現地まで会いに来てくださるファンの方って、まあ車だったりとか電車だったりとかを使って来てくださるじゃないですか。であと多分着替えたりもするわけでしょ、セーターティーとかに。だからねえ、もうね本当に大変そう。ジムは行きたいんですけど、もう私多分カードの契約切っちゃったんですよね、ジムの。そうっていうのと、あと忙しすぎて行ける暇がないっていうのと、そうっていうのと、まあ、ジム代わりになってるかなっていう、日々歩いたりすることが、なるべく歩いたりはするようにしてるんですけども、涼しくなってきたから、うん、実家にも帰ってきてほしいと親にも言われてるので、実家にも帰りたいけどなかなか帰れずで感じです。はい、そう、私ジムの会員だったんですけど、ジムにお金払ってなくて、お金払ってなくてっていうか、ジムのそのカードの契約みたいなもう切れたからやらないんです、行かないんです。TikTok の白いお洋服のブランドめちゃくちゃ可愛かった、教えてほしい、もんちゃん。あれはファンの方が、ファンの方だろうかな、いや違うっけ気がする、あれ、いやファンの方だ、ファンの方が送ってくださったんですよね、結構前に。で夏に着ようと思っとったっちゃけど、なんか意外とピチピチすぎて外で着るの恥ずかしくて配信で来ました。丈が短すぎて多分お腹出し用なんですよあれ。でも普段お腹出すことないから普段の私服は本当に露出が少ないというか、あんまだなんかダボっとしたのが多いけん、まあ配信とかでしか着れんかなってなって来ましたまあ今は本当に T シャツで、あの田辺さんのやつジャージなんですけど、寝るのが楽ですぐ着替えてジャージなんですけど、肌綺麗すぎですね。本当ですか、だいぶ乾燥しちゃってはいるんですけどね。はい、うん、お腹出し流行ってる、うん、流行ってますよね。韓国の方とか結構ね普通に私服として着てておしゃれだなと思うんですけど、自分はちょっと恥ずかしくて着れない。来たとしてもおしゃれで気分上がると思うんだけど、私食べることが好きで食べたらすぐ胃下垂になっちゃうから、ポッコリお腹になっちゃうけん、見せるものでない、見せ物ではないんです。最近仕事から化粧したまま寝ちゃうから、カサカサ、ダメだよ本当に。メイクさんも言ってたんだけど、メイクしたまま寝るって雑巾を、汚い雑巾顔にかけて寝てるのと一緒だよって言ってた。だから本当にダメ、本当にね、なんかそういうのってすぐお肌に出なくても本当にもう20年後30年後お肌に出てくるんだってよ、そういう積み重ねね、ダメだよ。だから今のうちにあのお肌綺麗にしとくと20年後や30年後のお肌が綺麗になるから、ちょっとしたことでねだいぶ違うから絶対やった方がいいよ。私もなんか本当に小学生中学生の頃はまあライブ祭りとかあったじゃないですか、だからライブとかでも朝めっちゃ帰ってたけども、疲れすぎてその場で寝たりとか多かったんだけど、そういうのメイクさんに言ったら本当に惹かれて、
分かったママってユミのママのユミのママでいいよ。でもなんか本当にダメらしいから、私はもうなんかメイクシートとかあるじゃん、メイクシートでもバーってやって、もバーってやって寝たりとかだったんだけど、それも肌にあまり良くなくて傷つけちゃうから、私はもうシートでも肌が敏感すぎてなっちゃうのよね。もう肌に多分優しくしすぎて、肌に優しくしすぎるのも肌がちょっとなんか弱くなっちゃうから、私はあんま良くないんだけど、もうオイルを使うようにしてる。オイルのメイク落としじゃないと無理ですね本当に。オイル、そうメイクシートもねあんまり良くない。そうなんか皮膚がたるんでくる。だから私メイクシートやってたから、こうやってやってたから、メイクシートゴシゴシ、ここちょっとたるみがあるじゃないですか。これってメイクシートとかお肌とかをこうやってやったりとかしすぎて皮膚が伸びてこうなってるんですよ。本当にあんまり良くないんですよね。なるべくこうやって上にマッサージとかしてあげて、でその化粧水とか乳液つけた状態でマッサージしないとダメです。女の子はめちゃくちゃ大変ですよね、そういう部分だと。だからお肌は、まあ、今は私も大丈夫かもしれないけど、20歳30歳になったらダメだなと思って、私はなるべく田中みな実さんとか参考にして、さしこちゃんとか田中みな実さん参考にしてちゃんとやってますね。はい、でもまあ割り替わります、気持ちは。メイクしたまま寝る時もあるけど、まあ、1日くらいいいやっていうその気持ちもあるけど、あんま良くないね、うん、いくつになってもなんか私は綺麗でいた方が自分の気持ちが高まるから、鏡見たりした時に、まあ、痩せてる時の方が鏡見て高まるし、だからまあ常にその美意識は高めようってやってる。肝に銘じる。銘じて力銘じてください。綺麗だよミクリンだ、ありがとう。そう、自己肯定感を自分から高くしていかないといけない。私は結構ネガティブっぽい感じでいつもうんってなっちゃうから、その自分でやる。最近顎がシャープになって、それはすごい言われる最近メイクさんに。でも体重自体はそんなに変わんなくって、食べるものを変えたぐらいだから、ってぐらいですかね。あとマッサージとかするようにしてるし、ぐらいですかね。なんか小顔になるやつとかやったりもしてるから、結構顎は最近シャープ、嬉しいです。今でもレッドブルは飲んでますか？あんまり飲んでない。あと矯正したからっていうのもありますね。歯の形が変わってきたけど、まあもう今はあんまり意味ないんですけどね眉毛綺麗、ありがとうございます。スキンケアしていくと肌だけでなく心も綺麗になっていく感じですか？やっそうだよね。私はそうだね。私は逆にスキンケアをしているとじゃなくて、心の情緒が部屋に出てるって感じはします。心の情緒が適当な時とかあんまり良くない時は部屋が本当にちょっと散らかってるんですよね。でも部屋を片付けてる時とか部屋がきれいな時は本当に心が綺麗であれをやろうこれをやろうってめんどくさがり屋にならないですね。後にしようっていうことがない。今はですねちょっと散らかっちゃってるかな。もう帰ってきた時点でね、久しぶりにね東京から帰ってきた時点でちょっと散らかってたから、東京行く前情緒がちょっとねダメだったんかなって思いますけど、それ時間なかったのかな多分ね。お話し会2日間連続でやってての東京だったから、きっと疲れてたんだろうね。服がねすごいね、多分服選んでいってるからね、もうダメだね多分。だからだそうだから、私は割とスキンケアとかもそうなんだけど、一回やったらもうめっちゃ綺麗になっちゃうの。そうすごいスッキリするから、なんか体がダメだよなっていう時はもう本
当にしっかりしなきゃっていう時は全部しっかりする。スキンケアも顔も体も食事も部屋も全部を細かくきれいにする。そうですかね。だから全部ね、周りに出るってやっぱいますよね。大体のちっちゃいことでもなんかなんていうんですかね、洗面所とか結構綺麗にしてて、まあどこも綺麗にしてるんだけど、ちょっとのものがちょっとずれてただけですごいちょっと気になっちゃう体質タイプなのね、昔から。だからそうなんていうんだろう、なんかねその化粧水から乳液からいろんな種類のものがお家にあるんだけど、化粧水ピシャで乳液ピシャでその後つける美容液ピシャとか歯磨きピシャってきちんと並んでないと無理で、それはきちんと毎回やるし、鏡もなんかちっちゃいさ水玉っていうか水のあれがついてるのもめちゃめちゃ嫌だから、いちいち鏡とか毎日拭くので、その水が出るところとかもなんかいちいち水玉みたいなのがついてるのが嫌だから、いちいちめっちゃ綺麗にするわけ。そうそういうところが私は結構気になっちゃう、細かいところが気になっちゃうな。時計の向きっていうか位置とかちゃんと、これお母さんもそうなんだけど、12時と6時がちゃんとまっすぐにならないとめっちゃ嫌なんですよ、ムカムカしちゃうんですよ。そうなんかそういうところはちょっと嫌ですかね。潔癖症とかではなくて普通に気になるんですよ、気になっちゃうんですよ。だから本当になんか心が豊かで落ち着いててっていう時はちょっとしたものをピシピシってやるのが好きですね。はい、なんかそういうのは結構出ちゃうかな。でもホテルだとあんまりね出ないんですよ。なんか安心するんですよね、多分ホテルの清掃の人が本当に綺麗にしてくれるからっていう気持ちになっちゃう。そういうところはちょっとメルちゃん似てるかもしれない。メルちゃんの家に行った時もすごい、まだあまりあれ引っ越してきたばかりだったのか、あれだまだなんかあまり物はとかあれだったんだけど、やってる途中最中とかだったんだけど手伝ったりしてたんだけど、綺麗ですごく。そうでもお互い部屋の話、ホテルの部屋の話になった時に絶対一緒のタイプだよねってなって、そうってなって、昔私ホテルはもう清掃の人に任せちゃうタイプね。うん、そう清掃さん綺麗にしてくれると思って、なんか身を預けちゃう、お願いしますってうん。でも最近のホテルは、私この間ホテル泊まって知ったんですけど、2泊に1回の掃除っていうホテルも結構あるらしくて、私がこの間ホテルいつもバラバラなんですけど、私がこの間泊まったホテルがそうだったんですよ。で結構1日目もうなんか割とバサッとやっちゃってて、でなんかホテルの部屋戻ってきた時、あれ清掃してないって思って、で詳しくなんかそのホテルの部屋のなんか紙とか読んでたら2泊に1回って書いてあって、嘘でしょって思って、福岡のところもそうだったって、あれなんか そうでちょっとげんなりちょっとげんなりって感じでした。さすがに布団のシーツは変えてくれよって思ったけど、結構そういうところがやっぱあるからびっくりした。うん、ねびっくりしたし、うん、あとホテルを自分で取る時もあるんですよ、用事がある時とかそういう時に。でホテルを、まあ、連泊として自分で取りますっていう電話かけた時に、なんか毎回そのホテルの値段が違うらしくって激高だったの、私が取った時あすごい悲しくって、分かりましたってなりましたよね、うん、そうなんかね結構違うの幅があって、そうなんかそんな変わるんだって。
あ、金曜と土曜は劇高ではとか、あ、なんかいろいろありますよね。なんかそのね、3連休の時とかとかね、なんかありますよね。こういう時は安い、こういう時は高いみたいな。そういうの全然詳しくなくて分かんないからさ。そうそう、サイトとかやっぱ見た方がいいんだと思いました。うん、ホテルとか取るのめっちゃ大変だ。ネット系弱いからさ。最近メンバーと2人部屋のとこ、もう当分ずっとないかな。なんか東京、んー、ないね。んツアーがあったじゃないですか。そのツアー前からないから当分1年ぐらいないんじゃないですかね。てかコロナ禍になってから2人部屋になったことないかも。っていうことは4年くらい多分ずっと一人部屋かな。3年くらいずっと一人部屋かなですね。まあ、部屋にメンバー来たこともあるし、あの逆に私が部屋に行ったりする時もあるけど、一緒に寝ることはないですね。そう、ご時世的になんかコロナ禍に でメンバーも結構多いから、もう一人がかかったら全員移っちゃうんですよコロナそういう時期あったじゃないですか。だからもう結構マネージャーさん方も配慮してくれて、あの一人部屋に なってますねみんな。はい、割とそういう時はあれでしたけどね。ツアーの時はホテルで、あのもう夜も遅いしホテルで今日お疲れ様でしたって本当に3人とか4人とかで、同期だったりとか先輩よだったりとかでやるんだけど、うん、で話したりね、最近のことやって話したりとかもするんだけど、そぐらいかな。ないね最近ね、一人が多いね、うん、シングル部屋が多いです、うん、ラッキーな時はたまにダブル。そう、ピーちゃんとミクリの同室話めっちゃ好きあれは私もピーちゃん思った、なんか恥ずかしい。あれは私もこの間なんか見ましたよ、それなんか TikTok かななんかで出てきて見ました、はい、メンバーが話してくれる話がもう最近ね絡みとかもなくてね、ないんですよそう、ピーちゃんね、ショールーム、なんか私のファンの方でピーちゃんも好きなファンの方がいて、ごめん遅刻したって言ってきたけん、って言って、まあ交通便とか遅刻寝坊かなとか思って、大丈夫だったって言ったら、いやピーちゃんのショールーム見とったって言われてって思っていやそこはちゃんと来てよって思って、会場とかなんかちゃんとおるんならちゃんと来てよって思ったけどねなんなら見ながら来れるやろうって思ったけどね、ハマりすぎやろ、どんだけ集中して見とんねんって思いましたピッチャーいっぱいねショールームとかやってますね。この間会いましたよ、楽屋にいて、リコちゃんが卒業発表した時に楽屋にいて、イーちゃんにもピーちゃんにも久しぶりに会えて、はいそう、ミクリン優先しろ、いやそうこっちのセリフびっくりでもちゃんと間に合ってよかった、ギリギリできたけんね、よかったですよ正直に言うところが可愛いですね、うんうん、ナコミクの TikTok 買いすぎた、あの日はナコミク下だったの、私がナコに会いたくてナコに連絡しとって、でナコが熊本でね映画のねあれやってて、ですからね大変だよね福岡に来て、でなんかめっちゃ握手
握手てかお話し会したってめっちゃ行列あるなって、 あそこ長いなってとこパッて見たらピンクのお洋服の子がやってて、誰だ後でチェックしようと思ってパッて見たらあの子だったっていう、あの子ーっつってその後楽屋で話したりしてた普通に、そう隣で、で私がなこの方に行ったりして、私チェックするの誰レンとか見てさ、あめっちゃああいう人がいるんだ、だいたいねなんか結構ね見てて、なんかねねちゃんのレンは結構なんて一体感がやっぱすごくて、なんかみんなバニーの Tシャツ着たりしてるの、だから秋とねね、秋も分かんないけど、まあ、ねねのレンはこの間見たんだけど、すごいねやっぱねみんな Tシャツを着ててね、すごいなんか固まってるなと思ったよ、そう固まってるなと思った、うん、見てて、そういろんなこうやっていろいろ見てた、ミクリンチェック、ミクチェックです、そう、うん、見られて見てますよ、唇いじってるやっぱり、あ皮めくっちゃうんですよね、乾燥しとるんかいな、皮めくっちゃいますね、ミクリンのハッシュタグ、ミクリンのレーン観察機聞きたい、ミクリンのレーン観察、ミクのレーンですか、ミクのレーンどうやろうかね、うん、なんか関東と福岡によって結構違うんですけど、福岡は結構、まあ、整体院の方だったりとか身近に支えてくださる方と、熊本とかでも応援してくださってる方とかがいて、で結構なんて言うんだろう、女の子が数万円っていう形で来てくれるとか、女の子も割といたよな、あとは結構ねやっぱいつも来てくださる、劇場に足を運んでくださる方とか、関東からわざわざ来てくださる、結構ずっと応援してくださる方とかって感じで、うん、関東はなんだろう、どんな感じ、まあでも幅広く来てくださってますけどね、新規が多いのどっちだって、あどっちもですかね、なんか関東とか東京の方はその切り抜きできましたっていうのも多かったし、普通にやっぱ AKB さんとかいろんなところ応援してる人が来てくださったりとかって感じだけど、福岡はあの熊本、同じ熊本のでおあの陰ながら応援してますって方もいるし、どっちも新規は割といる感じですかね、でもそんなやっぱいつもいる方が支えてくださる感じプラス新規の方って感じですかね、うん、とかとは普通にその私推しじゃないけど来てくださってる方とかも全然いるし、まあ多分誰でも気軽に並べるレーンかなみたいな感じですね、あそれでいうとグラビアで来た人はいないですね、あんま関係ないんじゃないでしょう、グラビアで来た人はなんか現地まで来るってまではなってないですかね、あんまりなんか写真集の時は会いました、お話し会とか初めて来ました、で初めての方と女性の方がほぼ多かったんだけど、雑誌を気になってっていう方はもう、あ待っていましたね、女の子がいました、珍しいですよね、そう男性の方ではなくて女の子が、この子可愛いって顔で思って、でなんか調べてみてその冊子の表紙に名前が載ってて、それで普通に撮ってきてくださって初めて来たんだよねっていう方がいたりとか、あとはなんかもともと応援してくださってる方は普通にグラビアでってすごいねって感じだけど、グラビア効果はSNS 上だとやっぱフォローしてくださったりとかですごいけど、現場まではあんま、多分いつも来てくださる方の方が多いからそう見えるだけであって、もう普通にいると思うけど、まあ、大変ですからね、さすがにすごいって思うけどね、そう TikTok はインサイト的に本当中学生とか小学生とかがフォローしてくださってるのが多いかったり、コメントとかも多かったりとかもおすすめ載ったりとかだから、なんか
多分来れないでしょうねっていう感じですかね。知名度というか、まあ、久々に見るとか、この人あれだっていう最新の好きな、まあ、YouTube が好きな人とか TikTok 系インフルエンサーの方が好きな人とかだったら 目につくと思うけど、まああんま意味はあんまりないかもですね。金子美優ちゃんまで言ったらすごい意味があると思うけど、分けてます。でも写真集の時が一番衝撃大きかったですね。写真集で結構変わりました。写真集発売してから女性も男性もドンと一気に2倍に増えたみたいな感じですかね、自分の中では。はい、逆に減ったっていうのはないですね。なんかそのなんだろう、私のファンの人のほとんども写真集やってほしいっていう方も女性も男性も多かったから、写真集や雑誌とかグラビアとかでやっててもなんかそれが嫌だっていう人は本当はあんまりいなくて、みくりん頑張ってることは全力で応援しますよっていう優しい方が多いから良かったなって思ってます。確かに女の子増えてるね。そんな女の子増えましたね。なんか理由は分かりませんけど女の子増えて本当に嬉しいです。なんでかね、理由は分かんない、理由を知りたいんですけどね。やっぱ可愛いって言っていただけるのは嬉しいですね。オンラインはどんな感じ？オンライン初めての方が意外と多いですね。はい、私のファンの方は結構現地で直接会いたいっていう人も多いからあれですけど、初めての方はオンライン申し込む人とかもいますよ。で、難しいのにありがたいなって思います本当に。あとはまあ劇場公演だったりとかですかね。私のファンの方劇場公演好きな人もいるので、好きな果物は何？なんだろう、調理の仕方によるけど、桃とモッツレアレレア、桃とそのあれは美味しい、モッツァレラチーズあんま言えない。そう、桃も好きだし梨も好きだし、リンゴは今まではまあまあって感じだったんだけど、あのねセブンイレブンのカットリンゴにめっちゃハマってて、わしづかみしていつも取るから、だいたい6個ぐらい買ってるかな、いつも。普通になくなっちゃうんですよ、あれめっちゃ食べちゃうコンビニにあったらラッキーって思ってわしづかみして5、6個ぐらいボーンって入れて結構食べるね。42キロカロリーだし食べやすいし美味しいっちゃうね、あれが。なんかそれはね結構ね、なんかお腹や、ね、なんか食べちゃうね。でもなんか次の日お腹はちょっと痛くなるけどね、買い占めちゃいますね大体のところは。そう、掴み方は雑、ガーって掴んじゃう。そう、それが好きで最近ハマってて、今日も食べたし昨日も食べたし一昨日も食べたし毎日食べてますかも。売れ切れてるなと思ったけど、みくりのせい、あ、私のせいです、すいません。もももつあれらも好きなのですね。好きです、めっちゃ好きで本当に好き。セブンイレブンのやつは大体好きですね。なんかいつの間にか10月納豆ってびっくりしたびっくりした。なんかねもう10月なんだって思って、なんかあと11月あって12月あって今月もうあと2ヶ月で終わっちゃうのすごい寂しい。私この時期が本当に好きで、なんて言うんやろうな、なんか金木犀の香りとか嗅ぎたいこの時期めっちゃ好き。でも急にめっちゃ寒くなって本当にびっくりして、東京行く時に半袖の服と長袖の服どっちも持って行っとったんやけど、結局半袖の服あんま着とらんちゃんね。めっちゃ寒くって本当に寒くて、そうめっちゃ寒いっちゃんね。もう模様替えしました、あの
服の入れ替えしましたか？私もなんかこのタイミングがすごい難しくて、何を着ればいいか分かんないんですよ。そう、めっちゃ冬服っていうのはあるんですけど、ちょうどいい服がなくて、そう、もうみんなどうですか？冬服買ったって、あ、今のうちにねやっぱ買う人がいますけど、どうしてます？もう買えました？なんかそう、気温がもう全然わかんない。なんかあったら暑かったり寒かったりの感じですよね。そう、まだ私も予感しなくて、まだ夏服がある感じです。うん、夏来るけん夏服いっぱい買っとったのにもあっという間に終わってしまった。そう、今日めっちゃ涼しかったかね。でも今日は割と、でも飛行機がめっちゃ寒くって、めっちゃ寒いっちゃん。でもなんか感染対策のためにその配ってないんですよ、その膝掛けとか。前は膝掛け3つぐらいもらってこうやって温まっとったっちゃけど、もう今は配ってないから、もう本当に本当に寒くって、飛行機はまあ本当にめっちゃ寒い、すごく寒い。そう、本当に寒いんですよね。ガクガクブルガクブル震えて鳥肌立ちます。そう、福岡暑いけんさ、なんかお話し会してても暑かったから、もう暑いかなと思って行ったら東京激寒でやばかったです。冬服と夏服どっちが好きって、どっちも好きですよ、ファッションとしては。でも秋服が好きですかね、私。なんか冬服まではいかないんだけど、秋のちょっとなんて言うんだろうな、感じの、コートが好きなので、コートだったりとか、あとコート、マフラー、ニット帽は好きですね、結構。はい、ニット帽、あとコート着てる人に惹かれますね、女の子も男の子も。あとあれ、マフラーもすごく素敵だし、ね、最近なんて言うんですかね、あれはハットじゃなくてバケハ、バケハも好きです。バケハもいいなと思うし、秋服はね、そう、着る機会が少ないけどすごくいいから、結構秋服が一番持ってるかもって感じです。ピンクちゃん今日もお疲れ様、ありがとう。心配だから地道に幕張の練習をして頑張ります。じゃあそろそろ終わろうかな。13位ね、ピンクちゃん、みつのりくん、ジュニハルミ、ジュージージリモン、ジュニコちゃんマーク、9位カズ、8位ニコマル、7位シゲピー、6位リョウチン、5位はケン、4位はシュ、3位はコウセキ、いや、ムダムダおっちょかな、チヤちゃん、ありがとう、ありがとうございました。明日アイヤの撮影なんで頑張ります。可愛いのいっぱい着ようと。バイバーイ。